はい、えっ、ー、と、YouTube の皆様、今日はですね、YouTube で再生回数を上げるためのヒントを一つ申し上げたいと思います。今ご覧になっている画面っていうのが私のアカウントから見た YouTube の画面なんですけども、皆さんもこういう画面見られますよね。 左上を見ていただくと、プレミアムってある,あると思うんですけども、このプレミアムってのは、私がね、YouTube の有料プランを選択してますよってことなんですよ。まあ、今日お話したいのはそういうことではありません。えっ、ー、と、ホームっていうのがありまして、その下に急上昇ってのがあるじゃないですか。この急上昇ちょっとね、チェックしてもらいたいと思うんですよ。クリックすると、画面切り替わります。急上昇っていうのは何かっていうとですね、ここ1日で、 急速に再生回数を上げた人気のー YouTube のチャンネルは何かってことをね、示してるんですよ。で、一番上がですね、工藤新一って書いてますよね。工藤新一って誰なんですかね。暗号を解読して誘拐された人質を助け出せと。私全く意味がわかりませんけども、1日で160万回再生されてるわけなんですよ。まあ、1日でね、これだけの再生回数を出すっていうのはなかなかすごいなと思うんですよ。で、えっ、ー、と、二つ目。これヒカキンさんですよね。 超巨大、飛び箱20段にヒカキンが挑戦余裕だらモンスターボックスってありますね、えー。ヒカキンさんはチャンネル登録者数が多いんで、まあ何かアップすればね、100万回ぐらいは再生されちゃうんですけども、そういうのも込みでも、やっぱりこうすごいなと思いますよね。上から3つ目とかね、えー、4つ目、彼氏のいない不適されとかありますよね。うん。まあお察しのいい方ならもう、お分かりいただけたと思うんですけども、こういうふうな、えー、人気のね、急上昇に上がってくる方の、 関連動画ってものがね、関連動画ですよ。関連動画っていうのはちょっと画面切り替、ま、えますけども、私、ひめゆりの塔っていう映画を見てるんですけども、この横に関連動画って出てるじゃないですか、右側にいっぱいちっちゃいのが。こうならないかってことなんですよ。ひめゆりの塔っていうのはまあ戦争関係のね、映画なんですけども、右側見ると、やっぱりね、戦争関係とかね、お,おヤクザ関係ですか、なんでヤクザなんかわかんないですけども、まあ、そういうのが出てくるわけなんですよね。 まあ、特に、えー、この今再生されてる動画の、なんかね、似たカテゴリーのが出やすいってことなんですよ、関連で。で、急上昇に戻りますよ。ってことは、例えばね、工藤新一暗号解読とか、うん、あとはこの動画の URL ですよね。この人気の動画の URL と。こういったものを活用することで、自分の動画が、この工藤新一さんとか、ヒカキンさんの動画の右側にある関連動画に出やすいというね。 ことを狙うこともできるんですよ。なかなかうまくいかないですよ。えー、具体的に言うとですね、動画をアップロードしたときに、タイトルに、工藤新一っていうふうに付けていくとかね、えー、暗号解読とか、人質とか誘拐とかってキーワードを入れておくとかね、いうことがあります。東海オンエアっていうね、え、チャンネル登録の、名前を入れておくのも一つのポイントでしょう。で、この動画の URL を動画説明欄に貼っておくとかね、そういうふうなこともありますし、実はですね、 動画の中で喋ってる内容もかなり重要なんですよ。動画の中で喋ってる内容っていうのは自動翻訳っていうのをされてますよね。ということは、動画の中でどんな音声が再生されてるかってことを AI が自動認識して関連動画に出してくる可能性が高いんで、工藤新一、工藤新一、工藤新一というふうにね、動画の中で話してると、その工藤新一という言葉が、まあ、ね、おすすめ動画。 右側の動画にどんどん引き上げてくれるんじゃないかなとかね。ヒカキンさんのことを話題にした動画、ヒカキンさんの名前を出ている動画っていうのも関連でやすいかなとか思うわけなんですよね。その他にもね、いろいろヒントが見つかると思いますけども、いかがでしょうかね。はい、これがね、今日お話しする一つです。えー、なんか、あれですよね。動画再生数を上げるために、関連動画に出させるための作戦ですよね。 でもこれね、やったからといってうまくいかないんですよ。うん。で、あと、さっきね、工藤新一って言葉を連発しましたけども、あんまり連発しすぎると、スパム認定を受けてしまうので、逆効果だったりしますから、さりげなく、一言二言入れておくぐらいがいいのかなというふうに感じています。まあ、YouTube 虎の巻っていうのはね、いろいろやりながら、1万本以上ね、えー、動画を作っていくと、こういうことなんじゃないかなっていうのがたまに分かってくるんですよね、まあ。今回はその一例でございました。ああそれでは、えー、以上です。